皆さんこんにちは、ジョセフ・クラフトです。今回は為替介入は近い、介入の4つのシグナルについてお話したいと思います。介入実施するにあたってですね、他にも要因はあるんですけど、主に4段階、そのうち3段階をクリアしていると、いうことから介入の時期が近づいてきているということを認識いただければと思います。まず1番目、こっちの4つの段階のうち、日米当局の連携、投機筋のポジション、口コミ介入の度合い、そして為替の変動幅、この4つのポイントといいますか段階、それぞれちょっと検証してみたいと思います。まず最初、日米当局の連携ですけども、これ先週の回でも日米の通貨当局、財務省ですね、が為替の介入について連絡を取り合っていると。ただその時点ではまだ両者承認というか完全に合意していない状況だったんですけども、私の取材等によれば双方意思疎通が図られたということであります。で、介入に米側が容認なんですけども、条件付きで、それは過度な変動が見られた場合ということで落ち着いているということ、日米当局の間では意思疎通が図られたっていうのが最初一つ目のクリアですね。2つ目、投機筋のポジション、これは特に日本の財務省が注目しているというか注視している状況なんですけども、やはりファンダメンタルズで円安になるのと、投機筋の投機目的で円が売られるのとでは当局側も対応が違ってくるということですね。で、これはいつもご紹介している IMM 先物市場の投機円ポジションですけども、だいたい介入というのは去年の9月の時ですね、ここですね、だいたいこの8万枚の契約以上に売られていくと介入の要注意ということで、一時期今年の5月ぐらいにかなり投機売りがあったんですけども、それが払拭されて、またここで1兆3000億円の円売りですね、ここですね、になっているということから、当局もそろそろこの投機的な動きが行き過ぎに近いという認識にあるのではないかというふうに推察しています。3番目ですけど、口コミ介入の度合い、つまり財務省、今日もですね、鈴木財務省、あるいは松野官房長官らも為替について言及してますが、このチャートは、この白の棒はですね、ブルームバーグが集計された各マスコミでの介入、特に神田財務官が表記されている記事数ですね、1週間の間にどれぐらいの記事があったのかと、一時期去年の介入前の9月ですね、ここですね、これ1週間で介入、あるいは神田正人財務官について触れられた記事が200以上あったんです、1週間で、その後すぐ介入に入ったんですけども、ここの9月の状況、去年の9月10月の状況ですねに比べて、現在まだ多少少ないんですけども、急激に今週に入って上がり始めてきてますので、先ほども申し上げたように、さらに当局筋の介入、口コミ介入警戒ですね、こういう発言が増えていくと介入の確率が高まってくるということで、これは完全にクリアではないんですけども、増えてきてることに要注意ということですね。そして4つ目、為替の変動ボラティティ、為替の変動幅ですね、これがですねクリアできてない部分ですね。例えばこれはドル円の取引、マーケットで取引されているオプション市場のですねボラティリティ価格なんですけども、要するに数値が高ければ高いほど為替の変動が大きいと、その過去の為替もそうですけど、1ヶ月先の為替の変動も大きく予想しているということを表している。で、去年の9月と10月の
介入の時にはですね、ここですね、だいたい 13% から 16% の間でボラティティが推移をしていた。1日のドル円の動きっていうのはだいたい1円以上、2円前後動いてた時期ではありました。ところが今現在はですね、ボラティティがこの1年間で最も低い水準、ここですね、 7% 台に入ってしまったと。今日も円安には動いてるんですけど、ジリ安、1日 4,50 銭の動き、これだと過度な変動とは言い難い。したがってですね、今日明日介入が行われる可能性は少ないと思うんですが、今後1円以上変動幅が触れ始めたらですね、いよいよ4つのシグナルといいますか、段階がクリアされて介入が入る可能性が高まってくる。したがってこれから見ていくものに関しては、特に変動幅を注視して為替動向を見守っていっていただければというふうに思います。はい、以上、為替介入は近い、介入の4つのシグナルについてお話しさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。